伊万里神社のご神幸祭伊万里トンテントンについて実行委員会は今年は規模を縮小し新型コロナ対策をした上で今月22日から3日間行うと発表しました。荒みこしとだんじりが組み合う恒例の合戦は去年は中止となっていましたが、今年は会場や合戦の回数を減らし担ぎ手以外の立ち入りを禁止して行います。最終日の川落とし合戦も含め合戦については周囲に幕を張り見えなくするということです。また神輿巡行は距離を半分に縮小し時間やルートを非公開にして無観客で行うということです。実行委員会は合戦や巡行の際にマスクをすることや関係者への抗原検査の実施など新型コロナ対策を徹底したいとしています。